レマン自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、フロントガラスのワイパー傷を消すことができるのか。油膜取りやガラスクリーナーでは落とすことのできないワイパーの吹き傷を消すことができるのか。屋根の下、日陰では手入れの行き届いた曇り一つない窓ガラスですが、強い光が当たるとワイパーの吹き傷が浮かび上がります。ガラスの傷と水垢、徹底除去、研磨の柳瀬のガラセリウム 100g、 ポリッシャーで磨きます。ガラセリウムは左の GRS100、 右の YGC100 の2種類があります。どちらを選べばいいのか。中身は同じなのでお好みで決めてください。特にフロントガラスの中央付近は左右のワイパーで交互に拭きますので傷がつきやすいようです。ワイパーとカウルトップパネルに研磨剤が付着するとシミになることがありますので外します。ワイパーを外す前に取り付け位置を確認しておきます。四角い部分をポリッシャーではなく手磨きで効果を試してみます。水をスプレーします。スポンジにも水をスプレーします。ガラセリウムの付属品ではありません。ガラセリウムをよく混ぜます。ワイパーの吹き傷はほとんど変化なしです。濡れタオルで拭くと表面の汚れや油膜がきっちり除去できていることがわかります。はい、次はですね、使いやすいダブルアクションポリッシャー RSE1250 で磨きます。バフはボッシュのフェルトバフを使います。回転数は低速の1から高速の6まで調整できます。3に設定しました。水をスプレーします。バフにも水をスプレーします。よく混ぜます。少しだけ傷が薄くなったような気がします。もう一度磨きます。
間違いなく傷は薄くなっていますが、予想より手強い。完全除去には時間がかかりそうです。右半分を磨きます。表面の汚れや油膜はきれいに落ちてピカピカになっています。ワイパーの拭き傷は半分も取れていないようです。中央付近の傷が残っている箇所を重点的に磨きます。やっと半分くらいの傷が取れました。少しずつですが磨くたびに傷が薄くなっていきます。はい、時短のためリスクはありますが、ガラセリウムを直接ガラスに塗り込み研磨力を高めたいと思います。研磨効率が向上しました。まだ残っていますが、完全除去の目処が立ちました。着実に進んでいます。もう少しです。傷が消えかかっています。手強い頑固な傷を
完全除去することができました。次はまだ磨いていない左半分のガラス面です。中身をほぼ使い切りましたので、今回は終わりにします。右半分はほぼ完全除去できました。左半分はワイパーの吹き傷がしっかり残っています。右側ほどではありませんが、時間をかけて丁寧に磨く必要があります。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。